皆様こんばんは。11月22日今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足になります。本日113.90で買って4.25で利食いたいというコメントを朝方作りましたが、高値は114.268、まあ、自分がイメージをした2030ゾーンで利食うというイメージでぴったりだったんですけど、まあ、朝方全く下がらずに上に上がってしまいまして、何も買えないままでございました。まあ、下がってもなかなか114.10が割れませんで、非常に狭い値動きでございましたが、ちょっとやっぱり上値が重たそうに見えていることと、まあ、3円台は買いがしっかりしているのかなというイメージなので、あんまり4円台、慌てて買う必要がないだろうというふうな判断をいたしました。今晩113.90、買いを続行して113.60でストップ。そしてロングの利食いは114.25で考えてみたいなというふうに思います。次はユーロドルです。ユーロドルは 1.13.05 で売りたいということで朝コメントを作りました。今日は 1.12.90 すらつかない、896が高値でございまして、そこからゆっくり下がると。それでも 1.1260 近辺がまだ止まっておりまして、1.1250 まで先週金曜日タッチをいたしましたが、まだその下はついてないといったところです。ただし、戻りはやはり非常に重たいということなので、自分としては、ショートが溜まりやすいということを重々分かった上で、1.12 のですね、ここ高値896ですけれども、今日、ここからもうちょっと上がったところ、1.12.95で売りを、あとストップは、ちょっと5分足でははっきりしませんので、時間足を見て、1.12.95を売ったら 1.13 のやはりここのポイントですね、戻り高値 1.13 のこの224にあるんですけど、25で 1.1325 でストップを、買い戻しは 1.12 の50のところ、何か、拾いきれてないビットがあるのかもしれないので、1.12.55 で利食いを考えてみたいと思います。ユーロ円です。ユーロ円129.10の売りを考えましたが、朝方、上がって、この128.88に、ここが高値でございまして、9円台、全くございませんでした。戻りがあれば、今回ユーロドルの戻りがあれば、多少ユーロ円も一緒になって上がると思いますので、129円ちょうどで、売りを。ストップは、ちょっと時間足で確認でございますけど、129円ちょうど売ったら、このあたり129.35でストップを。買い戻し128.台、このちょうど8円ちょうどのところは、結構硬そうな感じはするので、129円ちょうどがもし売れればですね、戻りが売れれば128.55で比較的浅めにリグってみようかというふうに考えました。次はポンド円です。ポンド円につきましては、売りの153.75で、考えましたが、今日につきましては、高値が、632、ここですね、で、75はつきませんでした。その632から結構、20割れまで落っこって、だいぶ上値が重たそうに見えるので、戻り売りであれば、もう153.75、75ではなくて、もう少し下げる方向性で、50で。3.50の売りで、153.80ストップで、買い戻しは153.00、こちらの方が20で、イメージをしてみたいです。対ドルにつきましては、やはり上値がだいぶ重たそうに見えます。本日ポンドは 1.34.60 で売りたいということで、コメント朝方いたしましたが、
ご覧のように 1.34 の50の上がない状態です。あんまりアースクを垂らして売りたくはないですので、まあ売れるとして 1.34 の34の50ですかね。3450売り 1.34 のストップとしたら 1.34 の、あ、ちょっとすいません、いらない線が入ってました。失礼しました。 1.34 の65で、あ、65じゃちょっとあ近すぎるかな。失礼しました。水準変えます。 1.34 の75でストップを、買い戻しは 1.34 のこちらの方は丸5で、OG 円です。OG 円は朝方82円の80に、売りを置いて、こちらの方が成立をいたしました。ちょうど、まあ、結構早い時間帯だったですね。ちょうどこのあたりですね、82円の817まで上がって、まあ、そこから一回709までは緩んでおりますけど、自分としては、こう、あまり、大きく下がる感じがしなかったので、自分としてはコスト近辺で一回ショートは閉じております。まあ、オーバーナイトで考えるのであれば、82円台ではなくて、もう少し上引きつけて、できれば83円手前あたりで売りたいなと思うんですけどね。82の95の売り。83円台25のストップ、買い戻しは82円の40で、対ドルにつきましてはやはり 0.7280 近辺は、まあ、かなり重たいだろうなという気がしております。朝方は5060の売りでございましたが、オーバーナイトはもう少し上に引き上げたいなというふうに思います。0.72 の75で売りを、0.73 ちょうどでストップを、0.72 の30で買い戻しを考えてみたいです。ラストはニュージー円です。ニュージー円も、まあ、朝方80円の10ぐらいで売りを考えておりました。今日の高値は、まあ、5時過ぎの80円の087、まあ、10置いといてもこれはできませんでしたよね。まあ、実際、売るとしたら、少し上に引き上げて80円の20で売りを、80円の、ストップは45で、買い戻し79円台79の60で、あと、ニュージーのタイドルですけれども、タイドルは 0.701020 で戻り売りというふうにコメントを作って、ちょうど10は超えてきた形ですね。0.70 の10、ちょうどここら辺ですね。まあ、ヒゲ、まあ、実態でも出ておりますけれど、まあ、これがオーバーナイトということになれば、もう一段上に、売りは引き上げたいので、0.70 の30で、ストップは 0.7060 で 0.69 の
90で買い戻しをイメージをしてみたいと思います。まあドル円につきまして、まあどこまで下がるかですが、先週の金曜日で3の50が割れなかったというのはやっぱり非常に大きいと思います。もしこれ3の50割れて今日例えば3円の前半とかまで下がってたら、もしかしたらですね、もう完全に上値攻めはとりあえず終わってしまって、一旦今度下攻めになるかというようにセンチメントが変わった可能性もあります。したがって、まあ、3の50っていうのは非常に大事なチャートのサポートラインなので、この辺は切れるかどうかというのはちょっと見ていかないと非常に大事なポイントなんでいけないかなというふうに思います。今日については3の90買いで3の60ストップ4の25で、こちらの方はリグイ、ユーロドルは 1.1295 の売り、 1.1325 でストップ、 1.12 の55買い戻しというふうに、作りました。なかなかドル円が今のところ114の10が割れませんが、今後、まあ、戻りがあったら少し売っていってもいいのかなという気はしております。あ、今10台結構ガクンと落ちましたね。今日の、1時前の安値が114円の103。今ちょうどビットベースも今101まで、10ちょうどまでか、下がってるんで、ちょうど午後の、押しの安値を一旦割り込んだ形になりました。今、明確に10割りましたので、097ぐらい、096ぐらいまでアースクになっております。まあ、基本は、まあ、上値は重たいんで、確かに跳ねたら売ってもいいんでしょうけど、まあ、このあたりを全然売るつもりがないので、113の90買いで、イメージをしてみたいと思います。また今晩何かございましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。これで本日のイブニングショット終了です。それでは皆様、ハブはナイスイブニング。それでは失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分と、とても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、 YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。